これから説明するのは、寝ている場合の気道異物除去の方法です。まず、手で傷病者の顎を支えます。手の付け根の硬い部分で、両側の肩甲骨の間を強く叩きます。詰まったものが出たか、また呼吸の状態を確認します。傷病者に反応がない場合、あるいは最初は反応があったが、応急手当を行っている際にぐったりして反応がなくなった場合には、直ちに心肺蘇生、胸骨圧迫と人工呼吸を開始します。それでは映像をご確認ください。